はい、それでは縁編みをしていこうと思います。こちら片側の後ろ中心あたりから始めていきます。どこから始められてもそんなに問題はないです。そしたら針を入れて引き抜いて一目鎖します。はい、そしたら鎖一目しました。そしたらこの立ち上がったところに針を入れます。で、次の V と V の間、こちらのところに足の部分になります。ここに針を入れます。一度に引き抜きます。鎖一目します。同じところ、こちらの2目目のところに針を入れて引き抜き、次のところに針を入れて引き抜き、一度に引き抜きます。鎖一目、同じところに針を入れます。次のとこに入れます。引き抜き、鎖、このような感じでずっと縁編みをしていきます。はい、縁編みをしてきました。角のところに来ました。同じところ、角のところ、一度に抜いて鎖で、ここにもう一つ細編みを入れて鎖します。で、角を作るんですけど、もう一つ目の三つ目の細編みはこちらの裏を取ろうと思います。そしたらこの V ラインがずっと端まで来るので、この方が綺麗かなと思いました。そしたら今度縦のラインになるんですが、縦のライン鎖を入れないでいこうと思います。同じところ、次のところ、同じところ、次のところ、同じところ、次のところ、はい、このようにしていこうと思います。はい、重なるところに来ました。そしたら同じところ、ここで次に行きます。次のところ、はい、そしてこちらちょっと最初締め気味にしていこうと思います。これでちょっと締め気味でできました。で、そしたらまた一つ2つ取って、で、縦のラインは鎖編みを入れないで編んでいます。同じところ、次のところ、同じところ、次のところ、はい、そしたら角に来ました。角は はい、そしたら鎖してコマ、鎖コマ、はい、このようにして角を作りました。そしたらこれでまた鎖を入れた縁編みになります。ここから同じところから入れて次をすくいます。
鎖、同じところ、次。はい、これの繰り返しでずっと編んでいきます。で、こちらの上側の方も要領は全く同じですので、同じようなやり方で編んでいきます。はい、ずっと一周、首元と片側と縁編みをこのようにしてきました。このような感じになっています。下の方もこのような感じになりました。でこちらの方スポッとかぶって、こちらは耳元まである感じで使おうと思います。で折ってもいいですし、私はこの今回長くしたのは大かぶりみたいなもの、皆さんご存知かどうかわからないんですけど、大かぶりみたいなものが欲しかったので、このようなデザインにしました。で、まあここにボタンをつけられてもいいですし、お好きなように折り込んで使ってもいいかもしれません。使い方もいろいろあるかなと思います。内側に折ってネックウォーマーで使ってもいいですし、好みでいろいろな使い方ができると思います。はい、そしたら糸始末をして完成させようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。次回またお会いしましょう。